こちらクラスターというアプリでロカのメタバースの世界に入っています。メタバース自体初めてやってるんですけど、この一緒にいるのはサネくんです。実際に行ったことのあるロカにサネくんと一緒にメタバースで遊びに行くという大変不思議な体験をして興奮してます。やっぱり見た目はちょっと違うけど、でもめちゃくちゃロカだし、今ロカのお部屋に入れるか一番奥の部屋が良かった気がするから向かってます。皆さんもぜひやってみてください。それでは改めて入り口から、これはモヤですね。すごいリアル。入り口を突っ切って円も、この右側が円です。この右側にいろりがあって、ここは客室の方に向かうところ。どうやって曲がるんだろう。ちょっとこうやって、今一番真ん中ら辺のスイートルームの大きいお部屋にサネくんがお風呂に入っているということなので、どこら辺か聞いてないけど向かいたいんですけど、確かこの辺だった気がするんだよな。この辺が大きい部屋だった気がするから、一回とりあえず覗いてみましょう。こちら、あの左奥がお風呂のはずなんだけど、これなんかジャンプして、高いところジャンプで上がりたい、上がれた。さあどうでしょう、サニーリッチはいるんでしょうか。お風呂に、お、お風呂がある。うん、大きい部屋だ。お、いた、サネリッチいました。見つけた、面白い。メタバース、いや、リアルの人とメタバースやるの面白いですね。マジ初めてやりましたけど、すごいな。てかロカだなこれは。そう、どうやってお風呂に入るんでしょうか。この外から行くのかな。お、繋がってないっぽい。やばいやばいやばい、中から行くのか。これはぜひともお風呂に行きたいですね。面白いですね。クラスターというアプリで簡単に登録もできたし、ぜひ皆さんこれでロカに実際行ってみてください。楽しいです。お、行けそう。こっちから、ここが大きい洗面台を、お、入れた、いました。 DJ サネリッチお風呂に入っています。うわーすごい、このハートのスタンプがあるから私もやってみたい。どこだっけ、ハートのスタンプ、どれだ、これだ。お、やれた。うわ、面白い。お風呂に入れました。すごい、お家にいながらろ過でお風呂に入っています。面白い。